今回ですけども、Amazon で購入した電動エアダスターを紹介したいと思います。購入価格は5848円。意外と高いですね。今までこのような缶の使い捨てエアダスターを使ってましたが、1本350円から450円と結構高いです。意外とすぐに使い終わるので、ケチケチ使っていましたが、充電式のエアダスターになると気にせず使い放題で、20本分と考えれば意外と安いと思いまして購入してみた感じです。基本的にはホコリを飛ばすのに便利なアイテムですね。カメラや PC の部品などの掃除に主に使っていましたが、実際に使いたいところは山ほどありまして、威力があれば実用性はねかなり高いと思います。中華製となりますが、日本語の取説はついてますね。では付属品を見てみます。充電ケーブルはタイプ C、 こちら本体で、ブラシのついたノズルもついてます。大きさは小さめで、エアダスターの缶と比べるとこんな感じです。外観はこんな感じ。バッテリーが大きいので重量感はありますね。デザインはダイソンのドライヤーのパクリみたいな感じで結構かっこいいですね。シンプルですが意外といい感じだと思います。ノズルは脱着式ですね。こんな感じです。スペックとなりますが、バッテリーは 6000mAh、 充電はタイプ C の 2A 充電、最大風力は 80m ですね。重さは 362g、 満充電で30分使用できるとのことですが、1回の使用は3分を目安にね使用とのことです。では電源を入れてみたいと思います。基本的には押している状態で電源を、2回押しで手を離した状態での電源を。音は大きめですが正直ほどではない感じ。エアダスターと比べてみます。エアダスターの方が全然威力はありますね。だいたい7、8割くらいの感じですね。でも決してね使えないパワーではないですね。よく見るとホコリや髪の毛などが隙間などにありますね。こんな感じで十分飛ばせます。今までね掃除の方はしたことがないですね。これはすごく便利ですね。感動もいいです。
こびりついた汚れなどは落ちないですが、入り込んだゴミなどはね、たくさん取れます。これはすごく便利で、こんな感じの掃除はすごく楽になると思います。室内は埃っぽくなりますが、すごく飛ばせますね。掃除機をかける前にやると効果はありますね。シートの隙間のホコリもすごい取れます。テレビの画面はあまり拭かないと思いますが、よく見るとね、ホコリの方が結構すごくて、こちらは一撃でなくなりますね。すごい便利です。イメージセンサー部分の掃除となりますが、今までエアダスターを使って掃除していたところを今回こちらで代用してますが、何も問題なく掃除はできますね。むしろ威力的にはちょうどいい感じですね。レンズもこんな感じで掃除できます。はい、こんな感じでいろいろなところを試してみましたが、とても便利ですね。ホコリがたまりやすいけど掃除のしにくいところなどにはすごく便利だと思います。プラモデルやフィギュアの掃除などにも最適ですね。使い捨てのエアダスターではここまで掃除はできないと思うので、パワーの方は 7,8 割程度となりますが、やはり便利なグッズだと思います。先端があと少し細いとなおいいような感じがしますが、ガスの使用はやめてこちらにね買いたいと思います。正直に言えばあと少し安いといいですね。はい、こんな感じでご参考にしていただければと思います。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。